はようございます。ジャスト株式会社代表関間正義です。今回ね、神経質についてお話ししたいと思うんですけど、神経質ってどんなイメージある？細かい、うん、細かいとか、あと代表的なのは多分綺麗好きな人が多いんじゃないかな、うんうん、とか、こう整理整頓こうして、なんかこう何こう置き場所が決まってて、それがこう角度がこう違ってたりすると、うん、そういう人、実は僕は全然そういうタイプの人間じゃないんだけど、実はね、最近ね、思うことあるよ。自分神経質だなと思うようになったね。ただね、そういうこの物のやつとか、物の整理整頓とか、その埃がどうのっていう話じゃなくて、時間とかね、お金に関してだね、多分ね、こう神経質であるっていう分野が多分それぞれ違うだけで、たまたまなんかこうこの整理整頓だとか清潔に関してこう細やかというか、こうまあちょっとこだわりがあるっていうのはちょっと病的に感じるんで、なんかその目につくだけでね、多分ね、あらかたの人が何らかの分野で神経質になってということで、まあ、神経質のこう定義をこう拡大して今話してるんだけど、例えばね、人の評価をが気になる、これも多分神経質だね、うんうん、あとなんだよね、もう時間にむちゃくちゃシビアだと、まあ、僕もそうなんだけど、シビアでもないかもしれない、ちょっとね、無駄な時間がちょっとでもあるとなんか苛立ってきたりとか、あと無駄なお金が出てくるのすごい嫌だとかね。で、まあ、ここら辺が多分神経質。他にもね、いろいろなんかある神経質。料理の味とか、ちょっとでも塩が多かったり少なかったりとかする、それも多分神経質だろうね、うん、他になんかあるこう神経質の部分、多分いろいろあるね。なんでしょう、あとね、健康関係もそうだよね、多分ね、うん、もう病的なまでに、うん、不健康になるぐらい健康管理して、もう神経質になっちゃうね、うん、もうあといろいろあるよね。あと中には電気の消し忘れとかね、あれもやったらうるさい人いるよね、うん、電気消せとかエネルギーのこととかね。でやっぱこう道端にゴミが落ちてるのは許せないみたいな人いて、拾ったりする、おそらく多分これも神経質の。何言いたいかっつうとね、あのね神経質な人は自分が神経質だってわからない。なんか言ってることわかる、うん、でも清潔系だとか、その整理整頓に関しては神経質だ神経質だって言われるから、多分ね、そうなんだろうなと思うんだけど、多分ね、他の分野に関してはね、自分神経質だってわかってない。むしろそれで優位に立ってるんで、うん、それで優位に立つことによって自己正当化をものすごくして、それに関してむしろなんていうかな、それによって成果を出しちゃったりしてるんで、うん、むしろね、それを強みとしちゃってるんだよね、うん、だからね、自分が神経質だってわかんない、うん、今何分ぐらい、もうじき、4分過ぎね、まあ、ちょっと一旦切りましょう。あとで、ちょっと続きでね、はい、ね、よろしくお願いします。